皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日からですね、1週間小亜美さんの離乳食を取っていきたいと思います。ちょっとごめんなさい。小亜美さんが今新しいおもちゃドラムでちょっと遊んでるので、音が結構入っちゃってると思うんですが、今は離乳食初期から中期ぐらいに当たるんですかね。生後7ヶ月で2回食になってます。1日2回、朝と昼にうちはあげてます。個人差があって、本当に進み具合とか人それぞれだと思うんですけど、小亜美さんはもう最初から結構よく食べてくれる方だったとは思うので、量は結構しっかり食べてくれてるとは思います。でもその中でもちょっと多くしたりとか、いろいろ試行錯誤してやってるんですけど、私は今離乳食が結構趣味みたいなハマってることになってるので、自分が楽しめる範囲で、小亜美さんも楽しんで食べてくれる範囲で無理なく作るのがもう私のモットーなので、物を抜くところは抜いて、使えるものは使って楽しくやってるつもりです。献立とかも本見たりとかアプリ見たりしてたんですけど、もうほぼほぼ自分の独自な献立というか、しっかりちゃんと全部一から作ってますみたいな感じではないので、そういう気持ちで見ていただけたらと思います。1週間分の離乳食どうぞ。だいたいこんな感じで冷凍ストックのものをあげてるんですが、ストックに関してはまた他の動画をアップするので、そちらをご覧ください。で、こんな感じで、離乳食の容器にそのまま冷凍ストックのものを入れて、でふんわりラップをしてそのままチンします。だいたい2分ぐらいですかね。で今は、ブロッコリー、大根、人参、納豆、おかゆを入れてそのままチンしました。でここにきな粉を入れるんですが、きな粉はだいたい小さじ1ぐらいを入れてます。で今回はきな粉と納豆でタンパク質をとってます。はい、ということで、きな粉がゆ、納豆少々と人参と大根とブロッコリーのまとめ煮でした。納豆はこの日初めて揚げたのでちょっと少なめです。はい、続いてはおかゆ、トマト、かぶ、ほうれん草ですね。これをいつも通りふんわりラップでチンしていきます。ちょっとチンにムラがあるのでこうやって混ぜていきます。そしてここにトウモロコシのフレークを入れて、ちょっとお湯を足すと、まあ、全体的にトウモロコシの味になってすごく美味しいです。で、カブとほうれん草のところにちょっとだけ卵黄を入れます。卵黄はちょっと小亜美さんアレルギーが心配なので、だいぶ進むのが遅いんですが、ちょっとだけ入れてます。でこのベビーフードのお魚はちょっと余ってたので、たくさん買って、なので小さじ2分使いました。すごく簡単です、混ぜるだけ。でここにじゃがいもフレークを入れるんですが、じゃがいもフレークは結構片栗粉のような役割もしてくれるので、ここにじゃがいもを入れてちょっと固くします。はい、トウモロコシとトマトのおうどん、ほうれん草とかぶ、卵黄のせ、お魚、ベビーフードとじゃがいもでした。続いては玉ねぎ、ほうれん草、人参、トマト、さつまいも、おかゆですね。これをいつも通りチンして混ぜて、今日は初めて丸ごと鶏レバーを使います。鶏レバーはだいたい 1g ずつ1回にあげてるんですが、小さじで3分の1ぐらいがだいたい 1g ぐらいですね。なのでそれをかけてあげてます。とろみの素はとろみがついて食べやすくなるので入れてるんですが、ちょっとこの日は入れすぎですね。こんなに入れなくてもよかったかなっていう感じで、はい、すごく早いんですが、さつまいもがゆ、鶏レバーのせと野菜たっぷりトマトスープです。ちょっとあんかけ風ですね。でこの日はお昼ちょっと外出していたので、丸ごとベビーフードほうれん草がゆに納豆を入れました。この納豆の粉は本当に普通の納豆よりも10倍かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そのぐらいの納豆菌が取れるみたいです。続いてはオクラ、玉ねぎ、カブを使います。こんな感じでまず小皿に入れて、タイは別でこういう風にまとめてあるんですけど、なんとなくタイだけ鍋でやってます。お野菜を全部鍋に入れます。タイの出汁が出てすごく美味しいです。でこれをとろみの素を入れたらちょっとあんかけ風になるので入れるんですが、またもやこれ入れすぎですね。こんなに入れなくて大丈夫です。でお粥の上にこれを乗せるだけです。そしてその上に納豆を冷凍ストックしてたものですね、
これを入れました。でバナナはこれもたった折るだけ、たった折るだけっていうか折るだけなのですごく簡単です。使う分だけ折って、でミルクをちょっと入れて混ぜるだけです。はい、タイの野菜あんかけがゆ納豆のせとバナナミルクです。小亜美さんはバナナがすごく好きです。はい、豆腐がこんな形のものがありました。1個 50g のものがスーパーにあったので買ってみました。まあ 50g もあげないんですけどね。そしてトマトとほうれん草はチンして、でこんな感じでお豆腐は毎回1回1回やってます。冷凍したらねパサパサの高野豆腐みたいになっちゃうんですよね。でこちら混ぜて豆腐を入れてちょっと潰しながら混ぜます。豆腐はね小網さん正直あんまり好きじゃないです。なのでこの日は食べたっけな、どうだっけな。でこれはミルクパンがゆを冷凍したものを今回初めて揚げました。この中にきな粉入れましたね。これも小さじ1分です。で容器を移し替えてこのままにしようと思ったんですが、まさかのやっぱり小網さんあんまり食べません。でこれほうれん草って言ったんですけど小松菜でした。小網さんがあんまり好きじゃないセットにしてしまったので後からトウモロコシプラスしました。豆腐とトマトと小松菜のまとめに後からトウモロコシをプラスしたよ。あときな粉、ミルクパンがゆ。ちなみに小網さん初めてのミルクパンがゆ全然好きじゃありませんでした。はい、続いては玉ねぎ、ほうれん草、人参のまとめ煮のストックたくさん作ってあったので今回もやります。そしてこれ鶏のささみですね。鶏とタイはなんとなくお鍋で作ってます。で鶏を一回取り出してほぐしてちょっと切ってからかぼちゃを混ぜます。これ本当に使えます。だいたい初めて使う食材にはかぼちゃやトウモロコシを混ぜてます。そしてこのおうどんに混ぜます。でその上に納豆を入れます。納豆って結構臭みあるかなと思ったんですけど小網さんは大好きです。そしてまたまた小網さんの大好きなバナナとミルクを入れて完成です。鶏ささみとかぶとかぼちゃのそうめん、ごめんなさいそうめんでしたうどんじゃなかったです。納豆のせ、人参、大根、ほうれん草のまとめにバナナミルクです。これ後から音をつけてるので間違えてたらごめんなさい。動画のテロップが合ってます。はい、こんな感じで今日も離乳食のお皿に取り分けてチンをしてから今日はしらすを入れました。しらすもね結構匂いとかあるかなと思ったんですけど小亜美さんは大好きな食材です。そして今日はさつまいもにトウモロコシを混ぜて甘いかける甘いでやってみました。もうこれももう適当ですね。私が美味しそうだなと思ったものを入れてます。そしてこっちにもしらすを入れて鶏レバーとか合うのかなと思ったんですがこれはすっごい食べました。さつまいもがゆ、しらすのせ、大根と玉ねぎとしらすのまとめに鶏レバーと白菜のトウモロコシスープすいません白菜でした、さつまいもじゃなかったですはい、こちら完食しました。はい、続いてもリンゴですね。いつも通りおかゆ、ささみとトマトとかじゃがいも入れたり、まあ、いろいろしていろんな食材使ってるんですけどこういうフレークなどに頼ってるので結構簡単です。でしらすを入れます。ちょっとタンパク質が少なかったのでしらすをのせました。はい、かぼちゃとじゃがいものしらすがゆミネストローネ、ミネストローネに入ってるのはこちらです。あとバナナとリンゴのトロトロ煮です。これも完食でした。完食したものはね私も覚えておくようにしてます。でこの日は結構めんどくさかったのでもうオールインワンみたいな感じで1個に全部入れました。雑炊ですね。これがねまさかの、ね、大ヒット、全部食べましたよ。今タイ、ささみ、どっちだろう、どっち入れたかわかんないんですが後からテロップをぜひ見てください。もう忘れちゃいますね1週間のことも。で人参とさつまいもかな、これミルクを入れてちょっと溶かしてますね。毎日取ったはいいもののさ結構忘れちゃうね。あでも見たままの通りです。はい、こんな感じで今回初めてやったんですが野菜たっぷりタイの雑炊これ大好きでした。あとさつまいもと人参のきなこはこれ全部甘いものだったんでこれも完食でした。はい、続いてもいつも通りこんな感じでやります。だいたい好きなものと嫌いなもの決まってきて小網さんの苦手なものは小松菜、豆腐ですかね。だからこの日は結構好きなものばっかりですね。あ、
これはスプーンが温度で色変わるものを使ってるのでちょっと黄色くなってます。何かついてるわけではないですよ。これすごくいいです。はい、そしてこの日はタイのトマトそうめん、さつまいもとりんご、きなこがけ、人参、大根、ブロッコリーのまとめ煮と、あとかっこよくマグをね、あの麦茶に入れてやってるんですが、小網さん全然これ飲めません。今練習中です。たまに2水ぐらいできますね。はい、ここにはほうれん草とさつまいもと白菜のまたまとめ煮ですね。そのままストックしてるのでただ1個入れるだけです。で、今日もささみのストックがあったので使ってます。タンパク質はだいたい1週間で使い切るようにしてます。あ、野菜も1週間ぐらいかな。炭水化物はね、私10日ぐらい冷凍ストックは作っちゃいますね。はい、こんな感じで、あと人参入れて、なんだこれ、リンゴかな、なんか入れたんですけど、今日初めてなんとヨーグルトを使いたいと思います。このヨーグルトはちょっとお高め、私の大好きなヨーグルトです。小網さんにもちょっとお高めヨーグルトあげちゃいました。はい、こんな感じでできました。納豆しらすがゆ、ほうれん草とさつまいもと白菜のまとめ煮、りんごと人参とヨーグルト和えでした。あ、しらす入ってないですね。はい、続いて7日目ですね、ラスト。はい、今日もトウモロコシフレーク使います。全部チンした後にね、これをねプラスするといいんですね。で、小網さんはねこれ7倍がゆにしてるんですけど、5倍がゆでもいいかなというぐらいだったので、こういうフレークとかを入れてちょっと固めにしてます。で、鶏レバーもねすっごく好きなので入れてます。あとしらすですね。全体的にちょっと固めにしたいなって感じなので、スープ的なもの以外は全部固めにしてます。これもミルク入れてるけど、バナナが入ってるから、まあ、割と歯ごたえはあるかなっていう感じですね。鶏レバーのトウモロコシがゆ、ほうれん草が、ほうれん草草じゃないや、ほうれん草と白菜と玉ねぎのしらすあえ、りんごとバナナミルクです。ちょっと声がガラガラになってきた今。ちなみに夜10時半に撮ってるので声が出ません。はい、本当のラストですね。今日もかぼちゃフレーク入れてます。これ1週間取ってる間に8ヶ月になってしまったんですね。で、結構もっともっと硬いものいけるよって感じだったんで、結構フレークを入れてやってるんですが、これ見ての通り、お粥が7倍粥だとね少なかったかも。結構トロトロになっちゃったので、こんな感じですね。かぼちゃの納豆がゆ、人参、ブロッコリー、大根のまとめ煮、しらすとじゃがいもとトマトです。このまとめ煮をそのままストックしていくっていうのが結構楽なポイントですね。はい、離乳食1週間分取り終えました。で、まさかの離乳食1週間分取ってる間に小網さんはもう8ヶ月になりましたなので、またちょっと形状を変えてみたりとか、あと食べられるもの増やしてみたりとか、これからいろいろ私自身も勉強していきたいと思います。ということで、この動画が良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。あ、声出なかった。バイバーイ。